松方コレクション。松方コレクションは、実業家の松方光二郎が、大正初期から、昭和初期、1910年代から1920年代にかけて築いた、美術品コレクション。多くが三逸、消失しているが、浮世絵が約8000点、西洋美術が約3000点で、総数は1万点を超えていた。川崎造船所。 川崎重工業の前身社長を務めた実業家の松方光二郎がイギリス、フランス、ドイツ等で収集した美術コレクションで、西洋近代の絵画、彫刻と日本の浮世絵が主体ある。このうち、近代フランスの絵画、彫刻等約370点は、東京、上野の国立西洋美術館に収蔵、公開されているが、三逸、消失した作品も多い。なお 約8000点の浮世絵コレクションは、美術賞の山中貞次郎を通じて、フランスの宝石採掘師で日本美術コレクターのから買い戻したものが中心で、一括して東京国立博物館の所蔵となっている。国立西洋美術館の所蔵品では、特にモネの絵画、ロダンの彫刻がまとまって収集されている。東京国立博物館所蔵の浮世絵も、北川歌丸。 当シャ写楽らの名品を含む一級のコレクションである。松方本人や関係者がコレクションについてまとまった著作、記録をまとめることもないまま、口実のように松方が経営していた事業の破綻でコレクションのうち西洋美術については多くを手すこととなった。保管場所も二条に分かれ、コレクション全体が一堂に集められたこともない。このため、 幻のコレクションとも呼ばれてきた。第二次世界大戦後、フランス政府が敵国財産として没収していた松方コレクションを日本に返還したほか、国立西洋美術館がコレクションの調査や買い戻ししを現在まで続けている。特に近年は各国の美術館や画商が保有する作品リストと過去のアーカイブがインターネットで閲覧、入手できるようになり、3日、 原存作品の所在確認が大きく進んだ。越智博二郎、港の子らも研究を進めた。松方コレクションの全体像を紹介した資料としては、1990年に神戸市立博物館が松方コレクション西洋美術総目録を編纂している。その後の調査で明らかになった薬船点の情報を加えた松方コレクション西洋美術全作品。 平凡者が第1巻、絵画1207点と第2巻、彫刻、素描など約1800点に分けて2018年7月ら観光が始まっている。こうした調査、研究の一環として2016年9月、松方コレクション953点分の作品リスト、絵画255点、版画554点、彫刻17点等がロンドンで見つかったと、 国立西洋美術館が発表した。リストは松方と取引のあったロンドンの画商が残したもので2010年デート美術館に寄贈された文書に含まれていた。国立西洋美術館ではリストの発見によりコレクションの全容がほぼ明らかになるとしている。松方は内閣総理大臣を務めた松方正義の子である。大学予備門。 後の東京大学に進学するが、校内紛争に関わった角で方向処分となる。その後、1884年、明治17年にアメリカ合衆国へ留学。ラトガーズ大学を経て、エール大学で法学の博士号を取得し、1890年に帰国した。帰国後は、首相となった父、松方正義の秘書を務めた後、 川崎造船所創業者の川崎昭造に見込まれ、1896年、株式会社へ改組した、銅造船所の初代社長に就任した。川崎昭造と松方正義は、同郷、薩摩藩の旧友であり、孝次郎の留学費用も川崎が用立てていた。第一次世界大戦に伴う、船舶需要の高まりを受け、松方は、 積極経営で業績を拡大していった。松方が美術品収集を開始したのは、1916年、大正5年3月から1918年にかけての欧州滞在時のことでる。松方は、アメリカ経由でイギリスの首都ロンドンへ向かった。この渡航は、川崎造船所のために、貨物船の売り込みや鉄などの資材の買い付けをすることが、主目的であった。 美術品収集を始めた経緯については、諸説あるが、ロンドンの画廊で、興味本位で絵画を購入したことがきっかけであったという。1916年、松方は、ベルギー出身のイギリスの画家フランク・ブラングインと知り合った。同世代の二人は、親しい友人となり、ブラングインは、松方の美術コレクションのアドバイザーも務めた。松方は1918年までの。 ロンドン滞在中にイギリス絵画を中心とする1000点以上の作品を収集した。このほ他、918年にはフランスの宝石賞、アンリベベールが持っていた浮世絵約8000点を一括購入。同じ年、リュクサンブール美術館館長、後にロダン美術館館長となるのレオンス・ベネディットの仲介でロダンの代表作を一括購入している。 上記の1916年から1918年にかけての欧州滞在を第一回目の収集旅行とすると二回目の収集旅行は1921年、大正10年4月から1922年2月にかけてでこの時はロンドンのほか、パリ、ベルリンに渡ったこの時の渡航は日本海軍の依頼で第一次世界大戦で猛威を振るった ドイツ帝国海軍の潜水艦、U ボートの設計図を入手するのが密かな目だったという。松方の名はすでに、コレクターとして知られており、パリのベルネーム・ジューヌや、ディラン・ルエル等の歌唱巡りには、1921年3月から、パリに留学中でフランス語が堪能なナルセはじめが、しばしば同行した。ナルセの松岡譲宛て書館、1921.95分には、 この頃松方さんが来て、方々絵を回避に歩いている。豪岩十五十六枚、セザンヌ四十八枚、クールベ十枚を筆頭にたくさん買いつった。八代くんも一緒だ。日本で展覧したら、立派なものだらう。世界の大抵の美術館には劣るまい。八百枚以上の名画があるんだからとある。八代幸男が後年、芸術新調に書いた松方幸次郎には、当時、 私と共に、松方さんについて歩いたのは、私と、東大以来親しくしていた、ナルセ小一であった。ナルセは十五銀行の頭取の息子で、菊池や芥川の仲間であった。彼の当時新婚の奥さんは、川崎造船所の川崎家より生きており、従って、松方さんはこの新婚の夫婦を、パリで子供のように可愛がり、またナルセは、絵が好きなので、松方さんの画商巡りには、 よく私と一緒について歩き、また二人で松方さんの顔を聞かせて、方々の収集家を訪問して、いろいろ見せてもらった。それで自然になるせは、松方さんに、我の選択について、言うことになっていたが、もともと非常に金持ちの坊ちゃんで億面なしであり、ことに、松方さんには何でも言える間柄であったから、なるせの意見は、松方さんに通りがよく、 それで私はしばしば松方さんに何か言うとき、ナルセに応援を頼んだ。彼はことに二人の画家を推奨してやまなかった。カズとはギュスターブ・モローであり、これは確かに彼の文学趣味から来ていた。もう一つナルセが好きだったのはクールベイであった。松方さんと一緒に歩くと、しきりにクールベイを求めるので、しまいには画商の方も生じして何時っても何か良いクールベイを、 見せてくれるようになった。その中には随分いいクールベイもあったが、どの程度松方さんが買われたか、よく知らない。しかし、日本に割合に多く、クールベイの花品から、いかいろ色ろの程度のクールベイ風の作品が、入ってるのは、ナルセと共に歩く松方さんが自然に多く、クールベイを買われ、その結果、敏感なる、パリの美術市場は、日本人のお客と見れば、 クールベイを出してみせたためではなかろうか。おかげで私は良いクールベイの勉強ができ、松方コレクションにも良い作品が入っているようである。とある。松方は当時健在であった印象派の巨匠オモネとも直接に交渉し、作品を購入した。歌唱などから購入するときも豪坦で、ステッキでここからここまでと指して購入したとの逸話も伝えられる。 パリキンコージュベルニーにあったモネ邸を訪問した際の様子は、ヤシロの著書、芸術のパトロンに描写されている。それによると、松方は、モネの自邸に飾ってある自作の中から18点を選び、書望した。モネは、自宅に飾ってあるのは、自分のお気に入りの作品だがと言いつつ、君はそんなに私の作品が好きなのかと言って快く、譲渡してくれたという。 同じくヤシロの伝えるところによれば、画商ポール・ローザンベールのところで見かけた、ゴッホの、ファンゴッホの寝室トルノワールの、アルジェリア風のパリの女たちの2作は期待の、傑作なの、ぜひ購入するよう、ヤシロは松方に熱心に勧めたという。ヤシロがあまりしつこく勧めるので、松方は買わずに店を出てしまった。あの傑作の価値がわからないのかと憤通っていたヤシロが、 しばらくしてから、松方のところを訪れると、ファンゴッホの寝室、アルジェリア風のパリの女たちの二作とも買ってあったと言う。これは、歌唱に手の内を見せて、絵の値段を釣り上げられないようにという、松方の計算もあったのではないかと言われている。当時、松方は、私が自由に使える金が3000万円できたと、ヤシロに語ったということであり、これは、 現在の通貨価値に換算すれば300億円程度と推定される。松方は1926年、大正15年4月から1927年、昭和2年4月にかけてもヨーロッパに滞在し、コレクションを増やした。松方は、友楽美術館という美術館を設立する構想を持っており、ブラングインが設計図を作成していた。しかし、 1927年に世界恐慌の影響で川崎造船所の経営が破綻し、不採整理のため松方も資材を提供せざるを得なくなった。そのため、日本にあったコレクションは15銀行、富士木ビル等の担保となり、売り立てにより散逸してしまった。その一部が現在ブリジスン美術館、大原美術館に収蔵されている。浮世絵のコレクション約8000点は、 昭和13年1938年に皇室へ献上され、昭和18年1943年に定室博物館、現在の東京国立博物館へ遺憾さた。一方、日本国外で保管していたコレクションは、散逸を免れたが、1924年に実施された10割関税、関東大震災の復興資金のため、買い値の10割の関税、 つまり買い値と同額の税金がかかったが、日本層の障害となった。昭和初期に、軍国主義、国粹主義的風潮が強まる中で、西洋美術のコレクションは軍部に悪印象を与えるのを恐れたこと等もあって、そのまま日本国外に保管されていた。ロンドンで保管されていたコレクション、約950点と推測されているは1939年に火災で消失してしまった。 パリにあったコレクション428点との説があるは、ロダン美術館に預けられていたが、第二次世界大戦のナチスドイツの侵攻により、元第二本帝国海軍隊員の日置、郝座ブローにより、パリ近郊のアボンダンに疎開させられてていた。ナチスの応酬は免れたものの、戦後にフランス政府に応酬されてしまった。このうち20点を除いて、海外、 彫刻など375点が1959年に変換され、それらをもとに国立西洋美術館が設立された。行方不明になっていたクロードモネの水蓮、柳の繁栄が2016年9月にルーブル美術館の収蔵庫でロールに巻かれた状態で発見され、変換された。 フランス政府に押収された松方コレクションの返還交渉は1950年から始まった。交渉は難航したが、1951年のサンフランシスコ講和会議の際に吉田主義首相がフランスの外務大臣に要求し、返還されることが決まった日本国との平和条約によれば、フランスを含む連合国に管理されている日本の財産は、 それぞれの国が没収するが、個人の財産は所有者に返還されるはずであった。しかし、その後の交渉の中で、コレクション中、重要なゴーギャンやゴッホなどいくつかの作品については、フランス側が譲らず、結局、絵画196点、素描80点、版画26点、彫刻63点、 書籍5点の合計370点の作品が美術館を建設して展示するという条件付きで返還された。フランス側は寄贈だと主張したため寄贈返還という言葉が使われた。返還交渉にあたった八代幸夫は特にファンゴッホの寝室とアルジェリア風のパリの女たちを要求したが前者の返還は認められなかった。受け入れのための美術館は ルコルビュージエにより基本設計が行われ、1959年に国立西洋美術館として開館した。1959年にフランス政府から返還された作品については国立西洋美術館の項を参照。なお、同美術館にはこれ以外にも旧松方コレクションに由来する美術品が所蔵されている。下記のうち、ミレー、ロセッティ、 セガンティーニの作品は戦前に売り立てられた旧松方コレクションの作品で購入、または寄贈によってや片倉となったもの。ドう見え、マネ、ピサロは松方家から寄贈されたものである。ブリジストン美術館には松方コレクション由来の作品が16点ある。うち、モネ、アメのベリールは松方家から寄贈されたもの。他に、 ゴーギャンとゴッ捕獲一点があるが、現在では疑問作とされている。1959年のフランス政府による松方コレクション寄贈変換の際、変換対象とならず、フランスに留め置かれたものである。オルセイ美術館像、ルーブル美術館、バン版画ツグラ、ポンピルセンター国立近代美術館像を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。